ハッテリコアビオアスラプルアラフィンと申します。出身はバングラディッシュです。日本は15年ぐらいです。現在海外営業をやっております。海外営業といっても、コロナとかで直接海外行けない状況ではありますが、インターネットを使って、デジタルマーケティングでいろんなことをやっております。飲食店の本社で、経理部で仕事をやっていました。海外のツアー受け入れる飲食店でして、コロナで海外からいらっしゃる観光客が止まってしまって倒産されてしまった後に服部工業に応募しました。日本では時間守らない人はルーズというか、そういう見方にしますが、やっぱ海外では時間は目安っていう認識をしております。日本で雇用が結構安定しておりまして、長期雇用といって、雇用が一般的であるのは一番魅力的かなと思っております。世界で特にアジア厨房危機で、悩み事とか解決して笑顔にしていきたいです。服部工業では先輩方々すごく優しくて、仕事だけではなくですね、プライベートのことも相談に乗ってくれるので、すごく働きやすい環境かなと思っております。関東の方にずっと住んでいて、こちらに移住した後ですね、お子さんの保育園なかなか取れなくて、ハッテルグループ内のめぐみ幼稚園にすぐ入られたので、すぐ助かりました。先生たちもすごく優しくてですね、でほとんど、グループ内の先生ですので、知ってる方々ほとんどでして、安心して通うことができました。休みの日は、僕もともと音楽やっておりまして、インドの楽器ハーモニアムっていう楽器、自宅にも今あるんですけれども、楽器弾いたりドライブで、竹島、海の近く行ったり、西尾の海の方を釣り行ったり、社内の先輩たちも一緒に、最初行って、でイラゴの方もやっぱドライブできる。